ダメージが多くなってしまう。お、でもシャミヤさん有利に開けるな。アーチャー相手か。まあ、アーチャーいんのか。アーチャーいるというのは非常に厄介ですが。非常に怖いけど、まあ、ここで行くかな。これ今度はシティとが相性良くないな、あんまり。まあ大丈夫でしょう。多分いける。これで、ギルダはこっちにやって、その間にアーチャーを潰せば、なんとかなるはず。っていうかこれ特攻入るから、特攻プラス、火ダメ上昇なんて、普通にやったら大変なことになるから、なるべく、冷静に対処しないといけないね。とりあえず、とりあえず兵士を潰そう。本当にダメージめっちゃ入るの。うわぁ、こっちも痛いぜ。いやぁ。アーチャー君、まだ動き甘いぞ。本職のシャミヤさんに向かって、弓を振るなんて。まだまだ甘いんじゃないかな。うせい。あとはオールバインさん？オールバインさんをどうにかすればいいと。なんだ？タコも潰しておいて。アーチャー、これがノーン、これがノーンからの、はいはい、なかなか届いてねえな。意外とこれ魔法範囲が狭いというか、射程のこと考えて動かないと痛い目見るね。あとはシャミヤさんがやられないようにちゃんと自分操作にしておかないとな。サンダーからの3回でボルガノン。いやーでも火力高いのはいいな。あ、キュー、お、いいね。ちょうど炎属性やらになってる。これは砦兵長を潰すか。サンダー、はいはい、サンダー、ダコを潰しやすいからか、撃破数も増えるね。これが、ノン。すげえ距離上げてくるな。これで削って。削れてるか？お願い。あー、ダメか。まあ、これは普通に削ってきた方が早いな。よーし、せやつ。まだ向こういるんだよな。だから意外とヒルダが時間かかってんな。やり相手だからあっさりいけるかと思ったりよ。メイジー、俺の後ろ取るんじゃね。なんかこの弾を、魔法の弾飛ばす攻撃が意外とダメージにならない。属性やられ不要ぐらいがメインだったりするんだろうか。凶暴を借りる、ガンガン決めるよ。20万ダメージ。回復しておいて。まあちょっと痛みたいかな、今回。ウォール場に試着を撃破せよね。これまだあるかな。短期決着型でこれで終わりになるかもしれないけど。来ちゃったわん。喋らんのかい。何者かがよくわからないオールワイン試着。食らってもらいます。風、ファイヤー、サンダー。神の属性で攻撃。よいしょ、よいしょ。いいのかい？ここだ。これ。持ってない。オール、バリン、試着、これかのーん。でも、ダメージ量が多いおかげで、意外といける。はい、はい、はい。我らー、ブレイクがなかなか効かまらないのが、魔法のきついところやな。ガードしないで。お、いけた。さすがにこれで終わりやないか。しばしだと？もう一回、なんかあんのか？拠点に兵長。お、兵長 OK。どうえ？わー、ロック。
運気しないで。ウィザード系であんな直線攻撃出せるんだ。どんなに申し訳が立ちませんね。よし、死んだな。え、死んでないぞ。撤退するって言ってたぞ。死亡確認間違ってますよ、シャメさん。石膏が沈む。レベル上がっていく。ウォーロックが、カキン。何、到達させようか。ちょっと誰かを強引につけたいな。ちなみにこちら、まだ苦戦中。これ、シェフトが一番、きつそうだから、強引につけようか。今こそ放置。お、いいぞ。お、強い。風属性が一番楽かもしれない。4コンボからの X で敵をまとめる。これだな。余裕があるときはちゃんと4コンボまで入れようか。3、4からの X で風を出して、ドーン。強いな、これ。意外とガード崩してもいけそうだな、これだと。ん？スナイパー！なんだと？嫌です。戦いたくないよ。石膏が止まる。大丈夫か、シェテッド。撃破してくれるかな？ちょっときついよな。お、こちら有利じゃないの。ということは？くれー！はい、ぽい、シャミヤさんタイムラグ。シャミヤさんはすごい風属性似合うよな。どうかな？うわお、一掃されてる。口ほどにもないスナイパーだったな。ここまでだよ。お金をばらまいて。戦場でお金ばらまいたらな。なんかみんな帰っていったりしないかな。ただこれウォーロック撃破でしょ？ちょっと待って。なんかいる！やばいよ。どうしよう。ちょっと逃がしたいよな。こっちやって。その間に、お兄さんでこの辺を潰しに行く。これでスナイパーをどうにか潰せればいいと思ったんだけど。殴り抜け。やばい、やばい、やばい。うわぁ。スナイパーも一応相手できるんじゃないかな。いいかな。うわぁ、いけません。危ねえ。ちょっと食らいすぎ。ギリギリなんとかなったりだ。大丈夫か？お、オーロックラギキラー。え、まだなんかあんのか？え、あー、復活してる。ちょっと待ってね。シャミヤさんが戻ってきちゃったけど。これでどうにかして。これでシャミヤさんを出して、スナイパーはシャミヤさんが相手すればいけるかな？シェテトできるか、これ。スナイパー。はい、はい。いやー、ちょっと、スナイパーの風が怖い。え、ゴーレム来てんの？止まるやつ。消防かける。ちょっとこれ S ランク取れないな。大丈夫かな。ゴーレムいんの？不安やな。ちなみにこいつは魔法で削れる？あ、サンダーにあれがあるのか。サンダー。お、魔法とサンダーで2つ食らえるの。これ楽じゃない？やめろー。サンダー、サンダードーク。削りやすい。ゴーレムは戦いやすいぞ。まずは魔法で削る。ジャッキーン。そしてゲージが復活するから、これドーンと削ってくるから、一旦離れて。はい、はい。サンダー。はい、が狭い。なんだ？一人で二つが美味しい。まあ、多いね。でもこれまだ、あと二つぐらいあるのか？ちょっときついな、そうなると。シャミヤさんを一旦こちらに逃がした方が良いのでは？いやー、でも魔法ばっかりだな。ちょっと苦しいか。ちなみに残りは？拳あるな。拳あるんだったら、変わりましょう。オルソさんできるんじゃない？はい、はい、はい。いるかな？シャミヤさん回避して。意外と回避してる。偉いぞ、シャミヤさん。邪魔だ。超鬼のため。震えよ。
どうだい、意外と削りきなかったかい。そんなこともないぜ。なんか知らんが削りきった。よろしい。OK、若干怪しかったけど。あとはこれで魔導士を殴り潰せば OK だな。オールバニッシャク。やっぱガードがすぐ割れるっていうのが、このゲームで一番大事な要素かもしれない。百裂剣。お、すげえ、相性とこんな早いんだな。シャミヤさんでの苦労が嘘のようだぜ。噛み締めるわ。噛み締めていけ。ドラゴンナイトだとな、すごい気を使っちゃうから、普通の、歩兵の斧の方が扱いやすかったかな。めっちゃ食らってる。半分こら、食らうと、こんな風になるんだな。C はさすがにな。やられすぎだったね。いや、食う。要は、この辺の、魔導士系のスキルとか全然つけてないからな。その辺も込み込みで、まだ魔導士として弱いっていうのはあるかもしんないな。ペロペロペロピーン。じゃあ、とりあえずこれが終わらないうちに先に出撃しておきたいな。巨大な脅威敵全滅。魔物系か。弓と剣刀の。剣刀のはこっちで出せるよな。こっちはサンダーと魔導士。これはシャミアでいけるな。で、拳もあるから、これでバランスいいかな。よし、行くぞ。時間だな。まあ、こっちは楽々いけると思うんだけどな。私たちなら勝てる。勝てます。そう思うでしょ？そう思います。はい。はい。サンダーからの？これで？はい。はい。サンダー。はい。はい。下がらないで。サンダー。これが簡単すぎて楽しいわ。早くして。ちょ、これ食らうと痛いんだ。こう、範囲を立てていく。これでジゲージ飛ばしてと。ゴーレムラになってんだよな。なに、ちょっと待って。待って、ヒルダのところにアーチャーを出すわ。とんでもねえ野郎だぜ。こっちやっておいていけるか？うわ、不安だな。一旦退避するか。弓きついな、これもう。悪すぎますよね。これ追いかけてこないよな。来るか？来そうだよな。うわ、狙われてんの？ちょっと待って、これはシェテトで、この辺潰しに行かないとやばいかもしれない。どうだどうだ。飛行は、何かと気を使うな。アーチャー集まってー。集めたアーチャーを一回で全部潰せば。何も問題はないでしょ。ちょっと待ってね。あちゃあやろ。ギルダが危ないだろうが、そんなことをしたら。シャミヤさんの方は向こう大丈夫かな。でもこいつを潰せばもう意味ないから、ギルダも前出て問題ないはず。離れてもらうよ、アーチャーさん。はい、はい。オッケー。これで大丈夫かな、ヒルダ。身の回りは安全になったんで。よろしく、皆さん。まだ削り切れてない。これでいけるか。まだあった。いくぞ。集まれー。いい削りだ。でも俺まだあと一回あるんだよな。うおーん。待て、下がっていく。さあ、さすがにこれは、こっち行った方がいいか。あったたたたたた。はい、はい、はい。はい、はい。いいね。一発が重たい拳もかっこいいよな。クロイノソーイ。よし。あとは向こうのゴーレムか。
ヒルドアタック。なんか、ここ最近いいところがなかったヒルダ。ここで、がっつりと稼いでいこう。ステータスは高いけど、弱点がきついよっていうのが、ドラゴンナイトのいいところのはずだからな。確かになんかゲージはすげえ、ザクザク削れてる気がする。どっせい。よし、じゃあここは、シェルトで行こうか。はい、はい、はい。やっぱ一撃の重さが全然違う気がするな。じゃあこれをで潰せばいけるかな。どうだい。いやーでもこれでも割れないんだな。お、よし、これで勝ちかな。やっぱり魔獣より弓持った人間の方が怖い。上場の結果だろう。うめ。でも S は言ったかな。ちょっと被弾が怖かったというか、クリアタイム的にはどうだろうな。言ってると思うけどな。おう、来た来た。デロリン。ガンガン伸びていく。クロマ同士のなんちゃらを手に入れたぞ。うん、だいたい制圧完了かな。住民はいなくなっている。いろいろもらっといて。不思議な薬瓶。僕は涼しんで遠慮させてもらうよ。怪しげなもの？でも力を上げるか。力上がるんだったらチャミヤさんで。プラス5はでかくない？怪しげだけどデメリットはないのか。サブクエストでミッションをすべて成功。させられてる？これ。させられていたようです。デルデルデン。無事オッケー。救援。魔法の弓、妖刀アシュラ。アシュラさんじゃないか。どっちがいっかな。でも魔法の弓って普通だよな。妖刀アシュラの方が珍しいんじゃない。ということでこっちもらっとこう。プラス8。強いのかな、わかんないけど、今もらった感じがするぜ。魔法水晶10。1個50なら相当安いと思う。よし、オッケー。じゃあこの辺全部制圧できたんで、あとはここだけということで。伝承基地のあれこれを消費しておこう。アンナさんも来ているはず。いたいた。アンナさん、そろそろ顔なじみだし。これで諸侯の領地間を出入りしやすくなるといいんだけど。仲間にはならないタイプかな。でも最近の FE は結構アンナさん仲間になってくれるからな。この作でもプレイヤブルだといいんだけどな。魔法水晶。魔法水晶って何使うんだろうな。魔法系の武器の錬成に使ったりするのかな。お金ダダ余りだぜ。こんだけ買い物したら一目置いてくれてもいいと思うんだけどな。では訓練いきましょう。みっちり鍛えて差し上げます。シャミヤさんは、お、明治行ってるね。じゃあウォーロックを出しておこうか。おお、かっこいい。ウォーロックも飛んで移動するタイプかな。身についていく。変更してもいいし。いや、とりあえずこれ全部解放したかな、シャミヤさんは。まだマスターしないやつも多いけど。これそろそろスナイパーマスターさせられた方が良いのでは。という気もするな。まあ他のやつももろもろ、マスターを目指していきましょう。あとは、シェテとも傭兵行ったから、ここは行きたいところなんだけど、アスラ行けねえんだよな。パラディンかソシアルを解放しておいてもいいかな。あるいはこの辺に経験値を振るのもいいか。いや、パラディンにしよっかな。紫色だからかっこいいよな、アシルトは。とりあえず兵種変更しとこう。キラーランスプラス6。騎乗強化レベル2。よくわからんが強そう。あとは、ヒルダ。ドラゴンナイトな、特攻クラウンドがやっぱりきついわ。でもフォートレスにして、楽しいかっていうとまた、ドラゴンナイトの方が操作しがいはあるんだよな。飛行特攻無効とかついたらいいんだけどね。そう、うまくはいかんって感じやな。てか最近フォルストさんに頼りっきりな気もするんだよな。フォルストさん以外も、使っていった方がいいのかもしんないが。
てか、フォルストさんもなんか別の兵種解放しといた方がいいな。グラップラー行く？グラップラー解放しとくか。拳級がな、男性キャラの特権みたいだから。この代表格的な感じの、フォルストさんに頑張ってもらいたい。他に誰か出したい人いるかなと思ったけど、クロードがいたわ。クロードはそろそろ頑張らないと。だよな。スナイパー、ブリガンド。とりあえずブリガンド獲得だけしておこうか。意外と爽やかで似合う。こう見ると結構二の腕太いな。戦いに身を置く男って感じがするわ。あとはいっかな。よし。その前にレベルアップしとくか。クロードくんね、そろそろレベルアップしておいた方がいいと思うんだよね。後で追いつけなくなると困るんで。クロードを自力で育てないっていうパターンも結構レアな気がするけどな。30キリまだ遠い。ちなみに今一番レベル高いのはシャミヤさんか。順当だね。まあこれで急にクロードが必要になっても、レベル的には問題ないでしょう。他のみんなも底上げしといた方がいいかもしれませんが。まあ今回は、見送りで。これよくよく考えたら、死因を伸ばしてからの方が、あれ、訓練もはかどるんじゃないのかなと思ったから、先にこっちやった方がいいんじゃないと思う。イグナーツとリシティア。いや、イグナーツって今誰と組ませたかな。誰か相性いいやついる？意外といない。リシティアと伸ばしていく方がいいか。あんまり戦場出てない者同士ではあるけど。リシティアもな、窓式で伸ばしたらクッソ強そうだけどな。パーフェクト。やりますね。ちょっと待ってね。この状態、遠乗り復活してないかな。とか、ラルバいるし。シャミヤさん、復活してないっぽいな。これ、各章で一回ずつか。セイロスの石膏ね。遠乗り？あれ、誘える？これ。復活してるな。仲間に特別な贈り物を渡す。こっちもいいけどな。遠乗り誘っとこうか。トウノリシャミヤさん。そのうち、スイッチ優待。ハプニング。釣りでもしないか？相手は私でいいのか？ゆっくりと過ごす。戦いが続く。こういう時間が貴重になる。もうここは、無難に行くぞ。ラグザと帝国との戦いは、一人とは一体誰だった？軍務卿だから、結局あのおじさんってこといいのか？いつか超えるぜ。志が高い人に惹かれているわけだな。この戦争で、報酬も増えそうだね。ん？最後はわからないのか？なんてこった。そいつらからも報酬も増えそうだな。まあ、開けないぞ。これかな？ああ。やったぜ。読み切った。最後以外はわからないのか。そういうことね。パーフェクトオープニングタイム。やりきったぜ。見つめましょう。眼差しだな。口説きましょう。意外と軽口も叩くタイプなんだよな。真似して揃えても構わないぞ。すげえ仲良くなってんじゃん。お揃いにしてもいいよって言われたよ。お揃いにしたいな。袋の花輪着よう。無難オブ無難なプレゼントだけど。もうこれじゃ上がらないけど。次もぜひ呼んでくれ。これで魅力は上がってくれるはず。やったぜ。うん、だいたいみんな、課金は全部、習得し終わったかな。なるほど。ガンガン掴んでいく。オッケー。さて、綺麗に全部使い切ったんで、メインクエスト行きましょうか。ちなみに外伝にもシャミヤさんあるんだよな。まあいいや、これ。これ終わったら直ちにもう最終回になるとかではないと思うから。とりあえずこれクリアするところから行こうか。この次でなんかやりたいこと進めようか。アリル奇襲戦。さあ行くぞ。